はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の中田です。本日は少年野球審判講座ということで、元パ・リーグ審判の山崎夏夫さんとオンラインでつないでおります。山崎さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もご質問が来ておりまして、ラインアウトの時に走者が約1メートルぐらい左右に避けた場合、キャッチしなくてもアウトになりますかという、これはどうなんですか。なりますよ。なります。これは3フィートラインを外れればアウトになります。はい、ちょっと一つまずね、はい、タッチではなくね、タッグです。タッグですね。はい。はい、ボールを持った手、あるいはボールの入っているグラブで打者に触れる行為、これはタッグ。タッグと言いますね。はい。でも条件があるんですよ。はい。例えばボールを右手に持っていて、ランダムプレーの中でこう持っていて、うん、左手にグラブを持っていると。はい。そしてこちら側の方に走者が避けた。はい。で、こちらのボールを持ってない方のグラブでタッグに行った。はい。これはね、タッグじゃないんですよ。まあ、空ですよね。空、いわゆる空ですよね。はい。だってこれで走者に触れても、はい。アウトじゃありませんから。そうで、このラインアウトっていうのはあくまでも、ボールを持っているところが基準なんですよ。そこから逃げたかどうかなんですよ。はい、ね、ですから、もし、こうやって逃げられたらダメです。アウトにはできません。ただし、こっちを、こういうふうに向かっていったら、ここが基準になりますからね。ボールを持っている方が基準になりますから、はい、ラインアウトは成立します。ね、ですから、どちらに持っているか。ランダープレーなんかはね、本当によく勘違いするんですよ。こうやって持ってって追っていながらね、逃げられたんで慌ててボールが入ってないグラブの方でタッグに行くと。はい、ね、これはあのタッグ行為じゃありませんから。タッグ行為はあくまでもボールが持っているのはどちらか。これをしっかり見ておいてください。で、ラインアウトですけども、まあ一応3フィートですね。はい、約90センチ。だけども、メジャーを持っててこう測ってるわけじゃありませんよね。うん、そうですね。あんまり感覚の問題ですから。ですからこれぐらいっていう、その90センチをね、しっかり自分の頭の中に、目の中に入れておいてください。ね、そしてよくね、勘違いされてるのは、走路から3フィート、うん。ね。この走路っていうのはどこか。例えば3本間でランダムプレーになったと。うん、これは、本塁と三塁を結んだあのラインですね。はい。あそこが走路じゃないんですよ。なるほど。はい。走者のいるところと向かう塁。例えば3本間のランダムプレーだったら、走者のいるところから本塁、あるいは走者のいる三塁。これを結んだ。はい、この最短距離の3本のラインじゃありませんから、はいはい、走路っていうのは、うん、走者のいるところが基準になります、うん、そこと塁を結んだ線、こっから3フィート3フィート左右にあると、はい、いうことですね。なるほど。これをしっかり認識しておいてください。はい、まあ、でこのボールからっていうところですね。そうですね、はい、だからこのポイントは、うん、走者と塁を結んだ線、これが走路だと、はい、そしてボールはどちらの手にあるか、うんうん、ね、これをしっかり覚えておいてください。はい。そしてこのルールはね、はっきり言えばね、ちょっときつめに取った方が間違いありません。なるほど。きつめに取ってください。はい。はい、やっぱりもうその時点でね、逃げるっていうことはもう走者の負けなんですよ。ほぼ。はい。ですから、思い切って。ただし、このラインアウトも上にはないんですよ。横しかないんです。なるほど。前後もないんです。ああ。はい。あくまであるのは横だけですから。そうですね。ね、ですから、ハイジャンプの選手みたいに2メーター飛び上がっていいんですよ。逃げたっていいんですよ。はい。まあ実際はできませんけどね。そうですね。なかなか。でも一郎だったから、本塁で確かね、ぴょーんと上に飛び上がって、ホームインしたケースありますよね。はい。ラインアウトはあくまでも横しかありません。でだから前後の追っかけてる分はもちろんありませんし、はい、上にもありません。さすが下にはないでしょうけどね。潜ってる人間がいないですからね。はい。なるほど、ね、はい、ここを整理してください。はい、まあ、1メートルぐらいボールから離れちゃったらもうアウトになるっていうところです、ね、そうですね、はい、1メートルはもうちょっときつく、80センチ、まあ、90センチですね。そこでのもうね、もし監督が抗議してきて、いや、あれ、1メーターいってたぞだとか、いや、85センチぐらいだったとか、そんなことはもうね、あくまでも審判の判断ですから、ね、堂々とやりましょう。わかりました。今日のご質問はですね、まあ、ラインアウトの時に走者が1メートルぐらい左右に避けた場合、タックしなくてもアウトになりますかというところだったんですけど、うん、まあ、これはアウトになります。まあ、あと、さっきおっしゃっていただいた、ボールからっていうのと、走路の問題ですね。そうですね。しっかり認識していただいて、やっていただければと思います。はい。
今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では本日はこれにて、ゲームセット。